はいどうも、ウェブサイトチャンネル。現役のプロが教える YouTube チャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。ということでですね、今回はこちらです、ね。えー WordPress、で、ワードプレスで Google マップを入れる方法ということでですね、地図を入れる方法ですね、をやっていきたいなというふうに思います。 さあそれでは簡単な自己紹介に載せておきますので興味がある方は見られておいてくださいということで早速ダッシュボードに行きたいと思いますさあ今回はですね地図を入れる方法ということでですねあ投稿ページや固定ページに地図を入れる方法、ねまあ、特に固定ページに入れることが多いんじゃないんですかねえー、っと、まあ、例えばアクセスマップのねページ、ね、あのお店の紹介のページみたいなページをですね作ってみましょうかアクセスっていうページですね でこのアクセスというページの中に地図を入れたいと思います。ねえー、まず Google マップを検索するんですが、まあ、マップで検索しても出てきますし Google マップで検索しても出てきます。結構ですね、簡単に出てくるんですが、はい、ここでですね、好きなところをね、好きなところを検索。 してもらうんですけどもちょっと東京タワーで今回はね検索ししてみましたでこの東京タワーの地図を入れたいなと思ったとするじゃないですか仮にですね。そしたらこれで東京タワーで検索をして出てきたとこをクリックそうするとこういう画面に映ってくるんですよね。 でこの中の共有っていう場所があります。共有。この共有を押すと、リンクを送信すると地図を埋め込むという2つのボタンが出てくるんですけども、この地図を埋め込むというボタンを押します。そうすると、これ、iFrameSRC イ,イコール HTTPSGoogle なんとかかんとかんとかんとかかんとかかんとかって書いてあるのが出てくるんですけども、これが HTML で、あのー、地図を入れる方法なんですよ。 でこれアイフレームってね埋め込みとかするときによく使うんですけどもこの HTML をコピーこのボタンを押すとコピーまで終わりますコピーまで終わりますねコピーまで終わるのでこれをはいワードプレスの新規投稿ページとか固定ページの途中とかに持ってきますでまあ文章とかもねなんかいろいろ入ってたりするじゃないですかね文章が入っていたりとかね 見出しが入っていたりするわけですけどもでここがまあマップね地図っていうふうなことがね書いてあるですので先ほどのここからちょっと、ね、コピーをちょっともう一度しときますねコピーしてここに貼り付けるんですけどもまあ貼り付ける時に前はねこのまま貼り付けてたらうまくいったんですけど今ねうまくいかないんですよね ダメみたいなこと言われるんですよなので、まあ、このままでもやってもいいんですがここ HTML っていうのをね検索するとカスタム HTML っていうのが出てくるんですよあの先ほどの iFrame って HTML なのでこれで入れてあげるのが一番いいんじゃないかなと思ってますね、えー、地図ってありましたっけねマップとか地図とか ないですもんねやっぱり HTML で入れてあげてカスタム HTML っていうのを出してあげるそうすると HTML 入れることができる箱が出てきますのでこの箱の中に先ほどのアイフレームを入れてあげるでこのままですね HTML 側になってたらあのー、まあとりあえずこのままいきますねプレビューにするとねちゃんとね映ってると思いますこうやってね HTML プレビュー こんなのがついてますでこのまま更新をかけますもしくは公開を押しますそうするとこのページに地図が入るとでねこの地図は動きますね動きますという地図が入りますでここからなんですけどもこの地図をちょっとですねカスタムしてみようと思いますねこの地図を えと先ほどプレビューにしたり HTML にしたりできると言ったんですけどもこの HTML にするとここに結構ねずらずらと長く書いててその後ここね横幅が600縦が450っていうふうに書いてますこれねピクセルなんですよあの書いてはいませんけども書いてはいないけどピクセルなので例えば800の700とかにね してあげるとどう変わるかっていうとこう変わります大きくなりましたよねさっきよりもねでこれを利用してこれを利用してですねピクセル以外も入れてあげれるので 100%100% 100のまあ先ほどの450ぐらいでいいですかね450。 としてあげるとあまあ違いはちょっと分かりにくいんですけど横幅にね、あのー、広げれるだけ広げたものができたということになりますなのでまあ100%なのでね、あのー、これ iPad ですけど iPhone とかで見てもねスマホで見ても結構スムーズにいってる状態が作れてるというふうになりますはい とということでですね、今回は、はい、あの地図の入れ方ということでですね Google マップを使って地図を入れる方法、ね、固定ページで HTML という、ね、カスタム HTML というところからですねカスタムかなうん HTML そうですねカスタム HTML というところから貼り付けて地図を入れてあげる、ね、これをプレビューする方法やちょっとしたカスタムをする方法というところまではですねやりました。 ということで今回はここまでにしたいと思います。で、本日、それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。概要欄にもですね、参考サイトや情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。ということで今回はここまでです。